早川ジェダイコンサート当たった、ありがとう。が悪かった、電波いけた。こんにちは、今日シナモンと一緒の朝やねん。アナスカ当選してありがとう。アナスカサンドにしたん。おはようなな、おはよう、こんにちは。ショーブルシナモン、何それ。ナナ大好き、ありがとう。キャンバル兄さん、あとありがとうね。ナナおはよう、おはよう。そうだ、明日の夜カラオケ配信を久しぶりにしようかなと。同じく20受付でまとめて申し込もうとしてるけど、あったら来てほしいな。聞こえた？まっちゃん、だるまさん、ありがとう。いのちゃん、おはよう、おはよう。ゆな、来たよ。ゆまだ今月1回もできてないので、カラオケ配信をしたいなと考えております。まっちゅん、かわいい、ありがとう。昨日の NNB 公式の TikTok、 ゆななめっちゃかわいい、嬉しい。こんにちは、あのしけとです。2社申し込んでくれるの、ありがとう。あのしけ申し込もうとしたら、まだ2時もあるからね。赤さん、ハートの3連でありがとう。明日のカラオケ足見に来てくれるな。ガチの寝起き、寝起きけど朝ごはんもう食べた。めっちゃ変な笑い方しちゃった。まだ申し込んでないの？みんな申し込んでないよ。ゆずさんのグラビア見ました。明日何時からカラオケ、まだ決めてないんですけど、何時がいいかな。9時からか、9時ぐらいから。9時ぐらいでいいかな、明日カラオケ配信。朝ごはん食べました。しっかり食べた。みんなより大きいシナモン、ふん。夜多分みんな遅い方が見やすいですよ。あ、けど次の日、次の日あれやもんな。カレータンナウ、
1メーターボックスぐらいあるのかな、石の。どうなんやろう、1メーター いやなんごめんな、石か配信かぶったり木の実蹴らなくて大丈夫だよ。ピオラ、こんにちは。日曜日だから遅くなくても、そうやな、確かに。ゆなくんも思った。また考えときます。インドカレー食べたくなってきた？シナモンちゃん、早川くん気になる？ユナのこと？早川くんって呼ばれるのまた新しいねんけど、ユナくんもあるけど、早川くんってあんまない。え、なんだ、よしき、ありがとう。UFO キャッチャーでシナモン取れた？この大きなシナモンくんはお姉ちゃんからもらったというか取ったというか いやな、確かに楽しみやれち。昨日ウーバーでカレーと何食べた？ジェイ大根を当選してありがとう。いやなんだ、大好き、ありがとう、マット。アイピーなんか自分のこと僕って呼んでるもんな。早川くんね、やだ、ゆなくんがいい。50センチ持ってるの？何センチぐらいなんだろう。けど、50。なみやくん。タクシーありがとう。レイコさん僕って呼んでるの？初耳です。今日行く待ってる。オイラは ジャイアンみたい。ごめんなさい、ハーサさん。おはようディアンス、おはよう、おはー。アヒルちゃん、おはよう、おはよう。ワイさん、今日は NNB のコラボのポンポンプリット、え、すごない？めっちゃうまない？イナの分も取って。スケボーユナなんしか勝たんとか言って、ほんまに見るね。今日配信は1時間の予定です。いかしく、花束ありがとう。エリちゃん、ハートありがとうね。なんか最近花粉かな、朝起きたらさ。絶対不安見えのお尻かからありがとう。じゃあ取ってくれるの。東君、バラさんありがとう。千万里ありがとう。風呂敷もありがとうね。花粉？なんか朝起きたらね。ピオラ、
ちじだんこ、なんかちじだいこんっていう響きが懐かしい。10月を思い出す、去年の。みんな良い週末をお過ごしください。ありがとう。Have a nice weekend. ですね。アホンデビューもね、3個当たりました。お願い。この名前で3月で5ベール。和田美優と同じ名前だ。ピオラピオラピオナナナナナ。スルーパーティー配信パーリーピーポーフー。ゆんなん大好き、ありがとう。ゆんなん超好きで、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こんにちは、早川くん。どのうちわが嬉しい？もういかにもゆなってわかるうちわ。よしくん、たこさんありがとう。誰が見てもああいうピオラーナやなってさ、わかるうちわがいい。逆にわからんうちわなんてないけど、みんなどんなうちわでも嬉しい。ちぇ大根仕事なんや。結構仕事によってって先でも分かってるもんやねんな。やな、こんにちは、こんにちは。やな、今日もめっちゃ大好き、大好き、いただきました。ありがとうございます。パク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 。作ってくれるの、ありがとう。嬉しいんだ、シュ。嬉しいと、シュッシュ。オンラインの話会、個別話会、覚えてて、あ、ありがとうございます。やな、早くごめん、今からお出かけしてくるの、夜はやります。夜やりますよ。めっちゃ朝って感じする。見て、149日連続配信。明日でついに150日になります。約5ヶ月。のみおくん、スターありがとう。モーニングユナナ、ユナナ大好き、ありがとう。こんにちは。控えめに言うとタイプでしたって。嬉しい、ありがとう。ゆなな、やっぱー、こんにちは。ジェダイコ当たった、ありがとう。タイプめっちゃタイプです。やったー、控えめ、 I love you。 ハシシさん、だるまさん、ありがとう。ユナかけるココナさんしか勝って、嬉しい。死ぬ、死ねへん、ごめんなさい。
嬉しい。I love you, ゆなな。ありがとう、エリエリ、花丸。ありがとう。すごっ。ミルさん、すぐも配信の2日間以内に会える楽しみ、ありがとう。そんな簡単になっちゃってごめんなさい。こんにちは。ゆきくん、ハートありがとう。白ペンライト、白ピンクにして劇場でなく応援してて、わかる。わかるよ。ゆきくん、ハートありがとう。やっぽー。ナナ、ナイスケ、ありがとう。Thank you。可愛い大好きで本当にありがとうございます。今夜うな重をウーバーって頼む。リッチッチだね。体からにじみ出るオーラでいいのの思いしょ。ありがとうございます。公園見て掘ります。いつの公園かな。ありがとうございます。こっそり応援してほしい。知ってる、応援してくれてるの。今日かわいい。ありがとう。よろしくあります。昨日より遅くならないはず。昨日より公園終わるのが早いから。お昼ご飯はね、牛カツ。やなん大好き、ありがとう。そっか、もう昼ご飯の時間だもんね。隠れて応援して知ってるよ。応援してくれてるの。全然隠れてないよ。牛カツだと。牛カツ食べたことない。いうのもあんまりないけど美味しいよな。美味しくない。牛カツちゃんは3つぐらいで、あの味変したら美味しいよね。牛カツ探すためにいたいと。いってらっしゃい。なみおくん、花丸ありがとう。みゆというのの子、みゆなんです。ひき肉弁当食べたことある？あるよ。ゆなも、ゆな丼食べられるよ。新学期になってからなかなか忙しくて来れなかった。やっぱりゆなの癒しやった。ゆなその顔文字が癒し。かわいい顔文字なこと。そのうちめっちゃ高い食べ物言われそう。やっぱね、ウィーケンド、週末はちょっといいものを食べたらいいんじゃないですか。いやなんて苦手な食べ物ない。辛いのそんな好きじゃないな。肉と魚どっちが好き？どっちも勝たんねんけどな。どっちも好き。だって魚やったら寿司も入るやろ。お寿司大好きやから。お寿司大好きやから。ピーマンは嫌い。肉も好きやし、決めれん。辛いの、無理やな、辛いのは。
やな、あれやないかい。焼肉としゃぶしゃぶ、でなんか焼肉食べに行っても結構なんか結局はアラカルト頼んでて、あんま肉ってさあんま食べてんねんな。なんか結構食べ放題の焼肉行ったらアラカルトを頼みがち。普通のとこやったら普通の肉も食べるけどね。しゃぶしゃぶはしゃぶしゃぶって結構さどこのしゃぶしゃぶも美味しい気がする。あんま外れない。焼きしゃぶ？こんにちは。おはちです。こんにちは。あとしゃぶしゃぶのがさ野菜取れそうっていう意見。最近ほんまにねピュンピュンね出るの。ジンギスカン行きたい？前もこんなことあった気が出ちゃうかなって。ポン酢であっさりと。ゆなん大好きありがとう。玉ねぎばっか食べてるの面白い。玉ねぎ美味しい。確かにわかる。こんにちは。どうしたら夢に出てくるの？今日はねちょっとね悪夢を見てしまったんですよ。今日もちゃんと可愛いでありがとう。まあけど悪夢なのでね皆さんに提供しません。私は幸せしか提供しないので。肉好んで食べないから。カフェオレくんハートありがとう。まあ現実にありえない雲を見てしまったんです幸せを運ぶいなく。そうだよ。はししさんハートありがとう。焼肉って心ばかり食べる？夢占いにしたいがに行くかのんこのお昼ご飯な。いいね。ゆなくん天使室。さっきも早いこと忘れてしまいました。そうだね、忘れよ。ぽいぽい忘れましょう。忘れよぽいぽい。こんにちは。こんにちは。それで楽しい声が待ってるし。こんにちは。
元 AKB の前田敦子さん、寿司屋でシャリ抜きを頼まないし、もはや、あの、ほちくり。ピオラはどうしたら入れる？もうピオラになりたいと思ったその瞬間からピオラですよ。ここに大好きマン。今日みんなから一挙手一投だ。見逃さないか最高のパフォーマンスお願いします。はい、今日さピオラーさん一人しか見に来ない説濃厚。報告で聞いてるあたり、ナナン大好きありがとうございます。まさかシンガポールですよね。こんにちは。そうですね、 DMM で見てくださってるピューラーさんもいるし、ニノの生誕ってどこかにピオラの文字が入るふりですか。ふりですかそれ。入れちゃおうかな。今日普通に公園行けたね。申し込み忘れてた、ごめん。マジでかなって。カメラ越しの爆裂お待ちします。はい、カフェアルックハートいっぱいありがとう。眠そうな顔だ。普段はアーカイブだけど、ゆなくんで声だけリアルタイム。やったー、よく見ないとわからんようにピューラって入れてみては隠れみ。いいね、やろやろそれ。こう読んだらピュー考えときます。特技は脳の目覚まし時計と、特技脳の目覚まし時計バレーです。こんにちは。可愛かったら男性の方来にくいかな。セーターって、最近のナメナメ試験ほんまにね有効活用してる。うん、決めた時間に起きれる。ナナメ試験一番衝撃を受けた特技。こんにちは。わかりやすくピオラって入れようって書いてる。わかりにくく真っピンクでも着るから。ありがとう。また、あ、今日の子行きますって、湯直し。こんにちは。でかく、こんにちは。
まる。やっぱり笑顔の写真とかしたいなという。ピュオラ研究室、あ、始めてくれて嬉しい。いらっしゃいませ、こんにちは。ふたけピアさん、だるまさん、ありがとう。かわいい、ありがとう。ひなくんの笑顔さが本当に。今回の子犬のおすすめのポイント、今日はね、最初から最後までね、おすすめですよ。みんな大好き、ありがとう。やっていいかも、ありがとう。最初から最後まで全力でペンライト振りもお願いします。早くピュオラの鍵開けないと。ねえ、まだ鍵開けてないんですか。仲良くなりたい先輩、誰だろう、誰だろう。ええー、けど、迷うけど、いっぱい皆さんと仲良くなりたいんですけど。こんにちは。めっちゃ悩んでるなけど今仲いいからこそ、アーノンさんとかもっと仲良くなりたいなって思います。めっちゃ気が合うので。こんにちは。めっちゃ可愛いです。レイさんめっちゃ可愛いですね。アーノンさんの絡みが一番好き。そう、アーノンさん年下なんですよ。ほんまにしっかりしてあるというか、年齢って関係ないなって思います。そうは言えても世の中一番じゃけ、ありがとう。いやーのさ、なんかバキバキの曲がめっちゃかっこよくて、けど可愛い曲も可愛いしな。
マジで尊敬してます。ウーカさんめちゃくちゃ面白いし優しい。お昼寝しないです。終わったらもう用意しなきゃ。くしゃみ可愛くなかった。くしゃみ可愛くおられへん。マジで花粉こまりんごですよ。ブレスユー、今日のラッキーアイテム、ユナナのくしゃみ最悪。花粉症にはヨーグルト。あ、ヨーグルトくん今日食べてない。食べようかな。ヨーグルト、ヘイ、ヨーグルト、ヘイ。ナナの分のポンポポリン、え、すごくない？天才。せなくんの配信時々邪魔してるの。そうなの、嬉しい、ありがとうございます。姉に代わってありがとうございます。アーノンさん好きなところ、え、まず顔声めっちゃ好きくて、あとなんやろな、落ち着き感も好き。なんかユナにないものほんまに持ってらっしゃってて、あとなんやろ、マジで周りが見えてるというか、あとこう周りに流されない感じ、自分を持ってる感じがめっちゃ好きです。マジで好き。そう、クエンチのね、覚醒もすごいし。ブレシーを大事に覚えました、こんにちはってユナナンが言ってたって、今度アーノンさんに言っといてください。こんにちは。
かさんの人のは彩香ゆなが見ます宣言してみ、なんかそんなさ大きな声で言ったらさえって言われるから、言われそうだからさ、そんなさ大々的には言わないですけど心の中では思ってますよね私がって見ますじゃないですけど、なぜかひななみたいな変わり物してた、ひななのダンスしないから好き、ありがとうございます。遅くなってごめん、大丈夫、こんにちは。自衛隊センターって勝手に思ってますとか言ってくれてる。嬉しいけどハッシュタグ好きなんだ、初めてあの公園であのセンターで踊った時を思い出したんですけど、センターの景色やっぱり違いましたね。カタリストのダイナミックのダンスも好き、結果全部好き、ありがとう、嬉しいナッパハッシュタグ好きなんだ不足、密着見なきゃ、いつの密着じゃあなんか表題曲のセンターになれたら実際泣いちゃう。そうですね、まずは選抜を目指して、新マスを目指しね、白歴史でカキカキし始めます、こんにちは。嬉しい、綺麗だ、綺麗よくダンスするとすごく目が光るって、カタルシスも
出るとかっこいいのもできるんやねって思うんやけど、そうです、なんせ私はカメレオンアイドルですもの、てへでは体の小さいなくんがめっちゃ大きく見、ほんまにやったなみおくん、スターありがとう。早川ゆなの野望、速度制限切っちゃった？こんにちは。こんにちは。今日シナモンくん上を向いて、ほんま上向いてる。ユナの顎のせいや。今来た、終わる感じ。そう、今もカキカキしてるお時間なの。ごめんね。ねなん大好き、ありがとう。配信終わったら4度寝に入るの？
寝すぎて夜寝れなくなっちゃうよ。嬉しいナッパ。難しいお目目が難しい。今何食べたい？何以外で何も最初から消されてる何食べたいやろ。くるみちゃんのおめめむずい。みなくん苦戦中でちゅ。ニューの話し会とったで、ありがとう。苦戦されてごめん、全然全然ありがとう。むしろ難関をニナ君に試練を与えてくれてありがとう。楽しい試練だけどね、こんなの。楽しい試練。地味にフチに縫い目、ほんまや縫い目やった、知らなかった、ありがとう教えてくれて気づかんかった。いやけどクオリティ結構上げれてる気がするぞ。せやね、お話しか夜やね、夜ちゃうわ。7月8日なっちゃうねんな。せやな、ポイントはドクロマーク、それは分かっとった。もうちょっとできるよ。
やっぱめっちゃうまく聞いちゃったかもしれへん、いなくん、いなくんとしたことがとびっきりうまいのができました。これは傑作ですわ。見たいですか？あとは縫い目を描くだけ。ほう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 。できました。やーば、うまく書けちゃった。やばいよ、ちょっと覚悟しといて。今世紀最大級にうまいかもしれない。ちょっと待ってね。ランキングは変わってた。できました。覚悟しときやではではでは、ランキング読んでいきます。純正ぴょんちゃん、ぴょんぴょん、ありがとう。ジュニー、おじまくん、ありがとうございます。ありがとう、おじまくん。父、なんちゃん、なんちゃん、次は FFF さん、ありがとうございます。いつも。9位はコジーさん、ありがとう。8位はナッチちゃん、ナッチちゃん、ありがとうございます。7位のみやくん、今日楽しみだね。6位が、あ、カフェオーレくん、ありがとうございます。ありがとう、カフェオーレくん、コメントたくさん。5位はゆきくん、ゆきくん、今日もありがとうございます。4位がセヒーロくん、いつもありがとう。そして3位はこちら、あっち行け、いや倒れそう。3位がりょうが45さん、ありがとうございます。いつも見てくれて嬉しい。そして2位がはしじさん、はしじさん、ありがとう。なんか久しぶりな気がする。
じゃ、では入り1位はドロードン、エリリンでした。見てクロミちゃん、ちょっと目がおかしいな、ご愛嬌ということで。シルエット的にはめっちゃいい感じでしょ。あら、あの、しか実際ライブ楽しみにしてます、ありがとう、素晴らしい。撮れたかな、こんな感じでユナくんの画伯でした。いい感じ、傑作。こんにちは、あれご飯食べてた？ペンバブ師匠、最近さ、ピュアブブ師匠、ちょっとピュアブブ師匠ダンス中やね。だから今日もペンバブ師匠、ピュアブブ師匠に代わって最近僕が代役を務めさせていただいてるペンバブです。みんな僕のこと覚えてね。ピュアブ市場ほんどこ行ってんやろ。ではカクさん、かわいい、ありがとう。今日も最後まで見ていただきたまありがとうございました。シナモンくん、よしよししてあげて、ごめんね、よしよし。じゃあみなさん、バイピー、いいポーズありがとうございます。最後の見ていただきました、バイバーイ、しありがとう、お疲れ様でした、バイバーイ。またねー。